皆さんおはようございます。妙高220ポンド、体重100キロの松村妙高です。株がだいぶ出来上がりましたのでね、今日はちょっと見てもらおうと思って動画撮ろうと思います。まだですね、シールドができてません。それからこのアルミのボックスですけども、唐草模様にね、入れていきたいと思います。このくるくる回ってるところをね、グラデーションするんじゃなくて、元となる緑色をですね、グラデーションにかけていきたいと思います。この部分は透明の保護シールですね。上はですね、まあ、この車体の色に近い色でね、コーティングしようというふうに思います。あとは、まあ、それが終わってから、このボトルをですね、支えるものとかをですね、ちょっと取り付けていきたいというふうに思います。ということで、完成できます。一応、来週のですね、水曜日、に納車ということになりました。でちょっとね、ボックスとかスクリーン、スクリーンは間に合いそうですけども、ボックスの方がですね、間に合いそうにないと思います。まあ、ボックスのない状態で一回納車ということになります。ということで、また次の動画でお会いしましょう。それではまた。